ナンバー i のデビュー曲、平野のし神宮寺ん太岸じ太の新たな音楽の旅。10月15日、滝沢秀明氏の新事務所、とべ、で新しいグループ、ナンバー i として活動することを発表した平野のし26、神宮寺勇太25、きし太28。キングプリンス王として活躍していた彼らが新たな一歩を踏み出しました。 では、新たなグループ、ナンバー・アイのこれからの動向について、詳しく見ていきましょう。ナンバー・アイのデビュー曲に大物アーティストの手がこれまで飛べからはジャニーズ JR でインパクト・大相ズオとして活動していた、イムップが3曲の楽曲をリリースし、元 V6 の三宅健も1曲を提供しています。 このような背景から、イムップよりも後に加入したキシユタが参加することが期待されているでしょう。また、トベの中でもインスタフォロワー数トップの平野が所属するナンバーアイのアーティスト活動も注目されています。新グループの再デビュー曲は一体どんな楽曲になるのでしょうか。音楽雑誌の編集者は次のように語ります。 彼らのデビュー曲は非常に力が入ったものになるでしょう。イムプエのクルージンは韓国の BTS 自民の楽曲を手掛けた豪華な制作陣によるものでした。三宅健も若年層から注目のシラップが楽曲を提供しました。平野たちの新グループナンバー I も確実に大物アーティストに楽曲制作を依頼するでしょう。 戸部は滝沢秀明氏が率いる事務所で、元ジャニーズメンバーが多く在籍しています。したがって、新グループのデビュー曲もジャニーズらしい要素を受け継いでいる可能性が高いでしょう。これまでのジャニーズ事務所からデビューしたグループの楽曲を振り返ってみましょう。少年隊、仮面舞踏会、スマップ、キャーンとストップラビング、トキオ、ラブユーオンリー、V6、ミュージックフォーザピープル、 キンキキズ、ガラスの少年、嵐、エイロシー、タッキー翼アルバム、二十歳、デデビューニュース、ニュース日本、カンジャニエート、ナミハナイロハブシ、キャットタン、リアルフェイス、平成ジャンプ、アルトラミュージックパワー、キスマイフト2、エブリバディーゴー、セクシーゾーン、セクシーゾーン、A、B、C、Z、ザ、A, A、B、C、ケラゴストーズから、ジャニーズベスト、A じゃないか。 キングプリンス、シンデレラガール、スノーマン、DD、シクストーンズ、イマテーションレイン、何わ男子、初心ラブ、ウブラブ、トラビスジャパン、ジャストダンス、音楽雑誌編集者はこう語ります。キンキキズのガラスの少年は山下達郎さんが作曲し、松本隆さんが作詞を手がけた作品で何度も制作を重ねたいツアーがあります。 最近では、シクストーンズのイマテーションレインでは、ヨシキさんが作詞作曲編曲を担当しました。一方で、キングプリンスへのシンデレラガールは、150曲の候補曲から1曲を選び抜いたコンペ形式で制作されました。そのメロディーラインは非常に耳に残りやすいもので、デビュー曲としてのインパクトを意識した作品と言えるでしょう。 続けて音楽雑誌編集者は次のように述べます。ナンバーアイのデビュー曲もおそらく力強く制作されるでしょう。大物アーティストに楽曲制作を依頼することが考えられます。では、その大物アーティストとは一体誰なのでしょうか噂によれば、キングプリンスに一歩楽曲を提供したクレバが有力視されています。 以前、キングプリンスへの一番という楽曲を提供し、話題になりました。ファンの間では、これがナンバーアイの楽曲に関連しているのではないかと噂されています。平野さんがインスタグラムに投稿したスニーカーが、クレバさんとのコラボスニーカーだったことも話題になりました。 さらに、クレバさんがトベのアカウントをフォローした後、そのフォローを解除したという情報もあります。これが事前情報として漏れるのを避けるための行動だったのではないかとの憶測もあります。ちなみに、ナンバーアイというグループ名も、ナンバーワンでオンリーワンという意味が込められているようです笑い、スポーツ紙記者団。 一番に対して平野自身も特別な思い入れを持っていることを過去に発言しています。自分たちを引っ張っていくようなリードする姿をアルバムで見せたいという思いから僕はクレバさんのことが大好きで今回の目指す楽曲イメージにぴったりだと思ったのでみんなに相談してそれが叶いました。仕様、キングプリンスヒキ X よりヒットホップ調の一番は 当時のキングプリンスをとしては挑戦的な一曲でした。その難易度の高いダンスも評価が高く、ダンサーたちからも賞賛されました。また、平野自身がジャニーズ事務所に直談判したと言われる前編英語言葉のマジックタッチも同様で、これまでのジャニーズアイドルのイメージとは異なるヒットホップを強く意識した楽曲となっています。 彼らはジャニーズ事務所から飛部へと移籍し、自分たちが本当にやりたいことを実現できるようになったのではないでしょうか。彼らがキラキラしたアイドルらしい曲を披露するのか、それともより世界的なかっこいい楽曲を届けるのか、彼らのデビューシングルの成功は間違いないでしょう。彼らがどのような姿を見せてくれるのか、楽しみに待ちたいと思います。